耳障りな雑音め。急性ではなく混沌。ええ、それがオリンピアを散々嗅ぎ回った私の結論。勘も多分に含まれるけど、外れてはないでしょう。それじゃあアフロディーテ様たちは今も教団を止めるために行動しているってことですか？まあそういうことになるわね。それならどうか力を貸してください。神様を止めて助けたいんです。今すぐ都へ行って。いやよ。え？いやと言ったの。あなたに協力するのも、都へ行かせるのも。どうしてですか？どうして？説明するまでもないでしょ？ベスタが犠牲となって下界を救う。この方法が一番確実で、これしか手段がないからよ。教団の暗躍は確かに看過できない。けれど都を覆った結界を見るに、ウェスタの方が教団より一枚上手。今あの祭壇に手出しできる者は誰一人としていないわ。なら浄化の時が訪れるまで傍観するのが一番安全よ。教団のことをよく知るあなたもそう思うでしょう。裏切り者の小娘。ウェスタの覚悟を揺らがせるという意味で、眷属であるあなたたちはこのオリンピアの中で唯一のイレギュラー。もともとヘスティアファミリアを探していたのはこの島へ閉じ込めるため。だからあなたはもうここから出さないわ。そんな、待ってください。あなたはエスティア様とお知り合いじゃないんですか？知り合いよ。友人とまで行かなくても同郷だもの。ヘスティアがどんな子で今何を考えているかくらいはわかる。それなのにエスティア様を見殺しにするんですか？そうよ。そこをどいてください。なんで？オリンピアに行きます。今すぐ神様のもとに。だからなんで？なんでって決まってるじゃないですか。神様を止めるために。なんで止めるのよ。え？アルテミスの時は殺したんでしょ？
じゃあ今回もいいじゃない。アルテミスの時みたいにヘスティアを見殺しにしなさいよ。じゃなきゃあの子を殺された私の思いはどうなるのよ。裁かれる時が来た。胸の奥で血を吐く鼓動がそう囁いた。神殺しの大罪の報いを受ける時が。答えも出せない。声を上げることもできない。ならそんな世からやはりここから出すわけにはいかない。あなたたち、思考の美を司るこの私アフロディーテが命じます。この罪人を取り押さえなさい。姿を晒してどうして主神を助け出すなんて言えるの。このウサギは奥の部屋に閉じ込めておきなさい。変な気を起こさないようにね。待ってください。僕、今のあなたの言葉に耳を貸す価値なんてない。私の前から失せなさい。アフロディーテ様、神様。